ドイツのメルケル首相が日本にやってきて、いろいろ論議を呼んでますけれども、日本の記者団からですね、記者会見で、ドイツは原発ゼロにしたのに日本はなぜ再稼働するんだというような質問が出たようですけれども、これは全く問題を逆に捉えているわけですね。ドイツは2022年までに原発をゼロにするということを決めたけれども、今現在16基ある原発のうち9基が動いてるわけです。日本はどういう手続きを取ったか分かんないけども、菅直人さんが4年前に思いつきで止めたまま1基も動いてないと。それはドイツは9で日本は0なんですよ。ドイツに見習えっていうなら、日本も原発をもっと動かせっていうなら分かるけども、日本もドイツを見習って原発ゼロにしなさいっていうのは、問題を全く逆に捉えてるわけですね。それからもう一つの問題は、ドイツはこの2022年までに原発をなくすというのは、今寿命の、これから自分の来る原発を徐々に止めて、新しい原発を建設しないということを決めたんですね。これは1986年のチェルノブイリの事故もあって、ドイツが一番このロシアからそういう、放射性廃棄物を受ける立場にあって、非常に国内的にですね、いろんなパニックが起きちゃって、でその後政治的にこの原発の問題がずっと争われてですね、それで、2011年にメルケルさんが一旦原発の運転を延期しようとしたんだけれども、その矢先に日本の福島の事故が起きて、原発の、本来の脱原発の路線にもっと戻ったと。でこれにはドイツの独特の政治的な状況があってですね、ヨーロッパでも他の国はこんなことやってないわけですけども、いずれにしてもドイツは10年ぐらいかけて国民的な議論をした上で、政治的に法律も決めた上で、いろいろな政策的に配慮をした上で、2022年までに段階的に止めるということを決めたわけです。日本はそういうことを全くしてないわけですよ。日本がもしね、ドイツを真似ろというなら、ドイツのようにちゃんと国民的な議論をして、ゼロにするならゼロにするというね、原発廃炉法なら廃炉法っていう法律を通して止めるっていうならともかく、何も決めずにやみくもにいきなり全部止めてしまってですね、それでこれどうやったら再稼働するのか手続きも分かんないと。原子力規制委員会は我々は再稼働を審査する立場にない。一体誰が審査する立場なんですか、これ。というね、非常にその法的な手続きを取らないままに、なんとなく止まっちゃってるわけですよ。この状況をとにかくまず正常化するということが第一ですね。だから、ドイツを見習うなら、まずちゃんと国会でこの問題を議論してくださいよ。ね、ゼロにしたいっていうなら、それはちゃんと民主党がですね、原発ゼロ法案って国会に出せばいいじゃないですか。原発入る方でもなんでもいいんだから。ね、それは2014年の末の総選挙で自民党と野党が政策を出したときに、野党はみんな原発ゼロって言ってたわけですね。で、自民党だけが原発ゼロと言わなかった。その自民党が圧勝したわけでしょ。つまり国民の民意は原発ゼロじゃないわけです。だから安倍政権が原発を運転することは国民の総意に基づいてるんですよ。だから野党がそれは不満だと言うなら、野党がね、結束して原発廃炉法なり原発ゼロ法っていうのを出してくださいよ、国会に。そこで国会で議論しましょうよ。そういうことしないでね、やみくもになんとなく原発をこのままずっと止めとけと、いわゆる再稼働するなという話っていうのは、問題は全く逆である。それからもう一つ重要なことは、この後ろに出ているのはドイツの電気料金なんですね。これ大体1ヶ月にどれぐらい電気代かかるかという数字なんですけれども、これ2013年で大体80ユーロ強で、2014年だと大体90ユーロぐらい、つまり日本円でいうと1万2000円ぐらいね、平均の家庭で。でしかもこれご覧になるようにですね、本来の発電にかかるコストっていうのは大体その半分ぐらい、これ倍ぐらいはですね、要するに原発をやめたことによって、そのいわゆる固定価格買取制度で再生可能エネルギーに補助金を出している分をそのまま電気料金上乗せしてるわけですね。これでほぼ倍になってるわけです。だから電気料金を自由化するのが1998年ですから、その時に40ユーロだったものをその倍以上になってるわけです。わかりますか？日本がこれから電気代倍になってもいいと、ね、いうことだったら野党の皆さん出してください。電気代2倍になってもいいから原発ゼロにするっていう法案出してくださいよ。それなしでね、なんとなく気分でドイツを見習えとかなんとかっていう話はね、全くお門違いだということを申し上げておきます。